はい。おはようございます。塚原農園です。今日は秋と冬、そして越冬させる野菜。前回種で紹介をしました。秋冬取りの野菜を作付けする補助に来ております。こちらはソルゴーを作付けしておりまして、あらかじめすき込んでおきました。これは緑肥というものです。 はい。そしてさ、だいぶ分解されましたので、えー、最初元声となるものを入れていきたいと思います。家庭菜園の方でも、えー、じゃがいも、またスナップエンド、玉ねぎなどの、まあ、春取りのものが終わって、ちょうど畑が形終わった頃かなと思います。それをやりつつ、夏野菜なんですね。あると思うんですけれども、えー、その周到取りを、の野菜を、直巻きするもの、苗を植え付け、 るものを栽培をする前に、まず最初にやっていただきたいのが、ま、対比となるものを入れていただいたりですね、していただきたいと思います。で、その中で、今回私が使用するものの中で、まあ、少しでも何かお役に立てればと思います。ま、すべてがすべて、同じものが揃えることはなかなか難しいとは思いますので、え、あるものでですね、似たような資材が、その地域には必ずあると思いますので、 えー、少し参考にしていただければと思います。じゃあまず最初にこちら。はい。AG 努力です。はい。春作にも使いましたね。えー、キュウリ、トマト、えー、ナスなどにも入れてきました。AG 努力というものです。はい。こちら。生物性改善に、線虫捕食菌入り禁止剤ということです。 この名の通り、線、え、虫、ー、を捕らえて食べてくれる、えー、菌がこの中に入っているんですねで。これは農薬とかではなくて、天然成分由来でできて自然界に生存している菌をこの中に、えー、流状タイプにして加工してあるものなんですね。はいはい、じゃあこちら見てみましょう。 線虫捕食菌禁止剤というものは、まあ、微生物の改善に有効ということです。まあ、戦中を捉えてくれる、まあ、捕、えー、食菌ですね、などや繊維分解菌を添加しているので、土壌に生息している線虫に有効に作用します。また、土壌微生物の活性化により、連作障害を防止し、 えー、根源の健全育成を促進しますということです。ああ、最高なことですね。で、科学性、物理性の改善にということで、まあ、いろいろな、まあ、えー、天然成分のものですね、働きによって、土壌の肥料効果が良くなりますよ、ということです。で、計算分の、まあ、他、微量要素が、えー、などが入っていますので、これらの補助に役立ちますということです。で、また、この、私の方で作付けをしていた、 えー、緑肥となるソルゴーなんですけれども、ソルガムですね、その、えー、このような土壌中の、まあ生藁ですね、まあそういったところの未熟の有機物の分解促進にも優れてますということです。で、堆肥の生産の補助剤としても効果がありますということですね。計算が60から70%、保肥力の ECO が80から100ということです。 一応目安としては 10R あたり。10R は結構量が多いと思うんですけど、家庭菜園の方でしたら、これ1袋。これ 20kg かなだと思うんですけど、これ1つあればもうかなり、えー、まあ入れれば入れる方ですね。もちろん量が多ければ多いほど金が多くなりますので、まあ1袋あれば十分間に合うかと思います。まあ規模によってですね、まあ 10R 一応6袋が目安ということです。 AG 動力は農薬ではありません。連続西洋により、一層効果を発揮しますということです。AG 動力と対比との併用は効果的ですね。で今回は対比、緑比を入れてますので、これで併用で効果があるということです。AG 動力とアルカリ性資材との混用は避けてください。有用金に栄養がありますということですね。 そして直射日光と高温避け、乾燥した場所に保管してくださいということなんですが、この梅雨の時期にこれを入れていくことによって、まあ、日照不足をちょうど活かすんですね。あまり高温期にやると言うと、この菌が、えー、自然、太陽の光線などに当たってしまうと、えー、死滅してしまうことがありますので、えー、この梅雨の、えー、曇っている日を狙って入れて、えー、中にすき込んでおくと、より効果が発揮されるということですね。 で、これも一斉にやるものではなくて、まずは最初はこの、私は AG 努力を先に突き込んで、え、これで約2、3日ですね、置いておくということです。で、また雨が降って、これが中に溶け込んだら、そして今度は次ですね、こちら。はい。流状炭酸駆動というものです。はい。こちらは駆動と、えー、石灰が入っているものです。 こちら、流状駆動なんですけれども、土壌に緩やかに反応して効果が長続きしますよ、ということです。で、酸性土壌の、まあ、酸度強制ですね、補助効果があります。葉力素の増大ですね。はい。このようなものがあります。一応こちらの、ね、炭酸、流状炭酸駆動というものの内訳ですね。アルカリ分が55%ですね。内、うち供養性駆動。 マグネシウムですね。が15%ということです。55と、アルカリが55の15ということで、これで、えー、石灰で、えー、カルシウムを補給しつつ、そして、苦度でマグネシウムを補給するということですね。この日本の土壌というものは、三大肥料は、えー、まずこれ、追肥をしない、元声で入れないといけないんですけれども、その他、えー、この、カルシウムと、えー 苦土ですね。成分というものが海外に比べると最初から畑の土の中に含まれている量が少ないんですね。ですから補助的に作物を育てる場合は与えなくてはいけないんですね。与えることによって作物が健全に育つということです。これは必要不可欠なものですね。これがまず最初元声となるものです。そしてこちら。 私の方では自家製でぼかし肥料を使っているんですが、やっぱりぼかし肥料をですね、なかなか手作りでやられるのは難しいと思いまして、まあ比較的手頃に購入できたものがありましたので、これ EM 菌が入っているぼかし肥料です。すごいですね、これ。ペレット状タイプになっているので、粉ではありませんので、巻いてもこれを吸い込むだりですね。 え、また他の作物に、え、飛び散ったりする心配がない、ペレットタイプになってます。はい。で、これは EM 菌が入っているんですけど、EM 菌とは何でしょうか発酵には乳酸菌、えー、酵母、光合成細菌を主体とした有効微生物資材、EM 菌を使用していますということですね。 これを入れることによって、この畑の土づくり、暖流化、とても柔らかい土づくりになる、微生物ですね、えー、が増えるということです。その他、はい、カニ柄ですね。その他、海藻なる濃縮エキスも入っていることです。カニ柄は、キチン質を、えー、多く含みますので、放線菌の増殖に役立ちます。もういいですね。で、今、こ注目されてますよね。海藻エキス。 ミネラルが多く含んでますので、よくネギとかでも使ってます。そして、はい。えー、竹の炭ですね。これ、透水性、通気性、保水性にも優れ、微生物に最も良い,い生育場所となり、土壌が改良されますよというものです。で、また竹の炭といえば殺菌作用もありますよね。よく言われてますね。で、多少なりとも、苦土分と石灰が入っていますよということです。 はい。先ほどのこちらの炭酸駆動と同じですね。ただ、これはちょっと成分が少ないので、やっぱこれだけでは足りないので、こちらも追加で入れていきます。はい。はい。それでは、こちらの EM 菌入りぼかし肥料というものを、えー、ちょっと中身を見てみたいと思います。わー、すごいですね。真っ白に。菌がたくさん回ってます。うん、いいですね。匂いを嗅いでみます。 あ、全然あの、魚臭さというか、こう、嫌なツンとするアンモニア臭は全くないです。うん。大肥のような、あのー、そうですね、牧場のような匂いがします。はい。じゃあこちら、炭酸駆動ですね。中身は、はい、化成肥料のような感じですね。流状タイプになってます。これは巻きやすそうですね。そしてこちら、エイジー力ですね。 こんな感じですこれも化成肥料のような感じなんですけれどもいくらかちょっとダストも入ってますね粉も混じってますこれちょっと巻いてみましょうか、うん、粒は下にすぐ落ちますが少し粉は巻いますじゃあこちら炭酸駆動を巻いてみますねはいこれは粉は全く立ちませんねでこちら EM ぼかしですね 巻いてみます。ペレットです。ペロッ、ペレット状ですね。はい。あ、これも全く粉は立ちません。とても使いやすいです。一応、人参から始まって、株、大根、そしてキャベツにブロッコリー、白菜、ほうれん草、小松菜、ね。いろいろな、えー、レタスなどもありますが、これで、ね、まずは最初、土作りを行っていきます。一応、順序としては、えー、エイジ努力を先にですね、天気が、えー、曇っている時に、 これを巻いて、まずは吸き込んでおく。で、それで2、3日したら、今度はこちらの、炭酸、駆動アルカリと、カルシウムと、マグネシウムですね。カルシウムと、駆動成分と、あとこちらの、堆肥ですね。EM 菌入りのぼかし肥料。これを吸き込んで、入れていきます。で、これだけでは三大肥料が少ないので、とりあえずは、まずはこれを先に入れておく。 そしてよく攪拌して土を柔らかくしておくんですね。で、種をまく直前になったら、えー、三大肥料の窒素とリン酸と狩りの、まあ、有機質入りの肥料でもいいと思うんですが、えー、火成肥料などをパラッと巻いておくのもいいと思います。はい、えー、こちら、エイジー動力ですね。線虫を捕らえて食べる筋体資材ですね。だけを今とりあえず巻いておきました。で、このエイジー動力は、 光に当たるといけ、えー、ないということなのでまいたらすぐに耕してくださいということです、はい、これでなるべく、えー、作物にですね特に根っこに悪さをする線虫こぶを作ってしまったり根っこを腐,れて腐らせてしまう線虫の中でもいろいろといると思うんですけれどもそういったものを、えー、これを使うことによって密度をまずは減らしてあげるということですね 畑の微生物などをたくさん増やしてあげる菌を入れて、まずはこれで耕して土作りをしてください。そして次に、こちら、炭酸クートとですね、まあ対比、必要に応じて動物性堆肥なども入れることによって、これも微生物がですね、たくさん餌となって土がとても柔らかくなる。暖流化されることによって肥料持ちも良くなりますし、そして排水性も良くなる。ですね。 これから集中豪雨、また台風などが発生しても、畑が冠水しても、すぐに水が引いて、そして、肥料持ちが良くなるという効果を狙ってですね、まずは土作りをするということが肝心です。で、その間に、今からキャベツ、ブロッコリーなどの種まきをして、定食、苗を植え付けるまでには約1ヶ月近くかかりますので、その間に、 こういった土づくりをしていってください特にこの線虫を捉えて食べる禁止剤というものは重要になってきます特に大油中の植物ですね白菜、ブロッコリー、カリフラワー大根にカブそして えー、小松菜とかですね。そういったものには、油中の植物には、根にコブを作ってしまったり、根を腐らせてしまうような、えー、菌も中にはいるんですね。そういったものを薬剤をなるべく使わないようにして、密度を減らしてあげるという効果を、まずはこれを入れて、えー、いただくことをお勧めします。 で、いろいろと対比などもありますね。牛糞堆肥とかですね。まあ、軽粉とかも、えー、使ってもいいと思います。その地域に合わせて、なるべくこういったものは、まあ、基準ということで、これが全て正しいというわけではなくて、あくまでも一つの参考に、えー、していただければと思います。はい。で、全てがですね、えー、この、同じような畑に含まれている、えー、サンド、などもみんな違い、ま、があるとは思うんですけれども、 まあだいたい基準としてご紹介をしておりますので、作物の成長に合わせてですね、やるようにしてみてはいかがでしょうか。で、またわからないことなどありましたら、コメント欄にてコメントください。じゃあこちらを今から格安してですね、また様子を見ていきたいと思います。はい、また今日の動画がいいと思われる方は、高評価ボタンを、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。